わけですか、これは。とりあえず今洗濯をするんで、カーハートはカーハートで一回ちょっとサクッとカーハート以外と分けて、うん、そこからちょっとメイドイン USA とかで走って、うん、まあ安めのやつを先にやった方が、やったのが良いと思います。こっちは USA 製で、うん、こっちがメキシコとか分かるやつだし、ほとんど比率的にはさ、はい、あんま変わんないんだね。ね、永遠出てくるよ、ね、カーハートだけでこんなんだよね、止まらないよ、カーハート。カーハートだけでやばい。普通、どんどん持ってくんだよ。カーハートだけで何泊あるんですか、これ。カーハート100何十万あるかな。うわ、またカーハートですか。え、またか。これで何探してるんですか。ハハハ。頭に混ざってるんですか、もう。多分これもどうだろう、 PC ジャケットってくくりで。いや、こんだけあればいいわ。めちゃくちゃやばいっす。あるわ。いいよね。出ました、カーハートが無限出てくる。でもこれは今正直無限にあってもいいぐらい。まあ、でも普通の人は見る、アメリカ行ったって買えないんだ。そうです。ハルさんすごいな、やっぱ多分日本で一番あるんじゃないか、うん、高崎に全部。本当カーハート欲しい人はね、カーハート高崎のこのタイムザチェンジに来てくれればね、全サイズあるから。日本一揃ってるよ、色もデザインも。全サイズはないけど、まあ結構ね。あ、純子さん、ラルフローレンかと思ったらカーハート。まだまだ全然100以上ある。100以上あるよ、絶対。うん、200ぐらい、うん、これいつもバー来て、どんぐらいで片付ける、片付けるっていうか、まあ仕分けするんですか。まあ、夏物はしまっちゃうし、今の時期だったらで、まあ、くっつくなったやつ今洗濯行って、うん、で干して週末に間に合うように出す。ああ、で、ヴィンテージはまた分けて、うん、正月見てみて。みたいですね。みたいというか、まあ、でもランドリーって普通にやるんですか。普通にコインランドリー、あの、面白いかな。いや、だからどんだけ大変かっていう。まあ、そうですね。ただ買い付けして出すんじゃなくて、まあ、ちゃんと洗わないといけないもんね。だからさ、こうやってみんな苦労してさ、うん、洗濯まで行って店出すまでにえらい時間かかってるのに、うん、このプライスっていうのはすごい、うんうん、いや、でも買い付けるのが一番ね、うん、いや、まあ、ハルさんすごいんですよ。素晴らしいです。これ梱包するのすごい大変だよ。だ、夜な夜な梱包するんですよ、俺。一人やってんすよ、だって。これ何、今回一人で。それまでは大体大きな気が。ああ、そうなんですか。え、この時代、この量を一人で、アルさんやったんですか。そうそう。やば。無理だよ、ね。いや、無理でしょ。やるんですよ。アメリカから帰ってくる。無理ですよね。アメリカから帰ってくる。これ5箱ぐらいの。いや、俺はそう。無理。本当そうだよ。帰ってくるときに、その一応自分の服とかは送んなきゃいけないじゃないですか、日本に。はいはいはい、で、一応5箱ぐらい、はい、まあこれの5箱ぐらいパッキングしたんですけど、もう1日かかりますもん。1日以上かかる。一人で、まあ一人じゃないけど。ハルさん、一人で1日でもう倍ぐらいできる。ね。さ、倍じゃないか。長年のあれがあるから。5倍ぐらい。でも今回いいのかなりありますね。本当ですか。いい、もう永遠じゃないですか。あ、で、なんかチャンピオン来ました。ここがないんじゃないか。ハルさん、これ本当一人やってるんですか、全部。はい、すごいっすね。いやいや、もちろんで向こうでディーラーとかその仲のいいボロ屋のやつとかがある程度分けといてくれて、それを全部俺が一人でピックして、うん、で、部屋に持ってきて全部出して、その服をまず車に詰めて、で、梱包は
すごいっすね。いやいやいや、一気に見るとね、毎日コツコツだな。いやいや、ほんとにすごい、マジすごい。まあ、あと洗い込みで、ちょっと行く？行きます。ちょっと、車で別でついてってさ、取ったらまた持つ。洗濯、鬼のようなさ。行ってきます、ちょっと。お願いします。今からこの全部カーハートなんで、これをね、ランドに行ってきます。うん、来てない。やばくないですか、こんなちっちゃいコインランドリーに、はい、この量のそうそうカーハートって。ランドリーにこんな段ボール積んでるの初めて見ました。そうだよ、これも全部洗いから乾くまで出てくる。洗いだけ詰めます。洗いだけの、はい、で、濡れたまま持ってるかやるっていう感じで。洗う前に全部仕上がりが全部違うんですけど、全部ポケットチェックしてゴミ出すんです。ゴミだらけになっちゃう。そうなんですよ、物によってなんですけど。なんでこれ？アメリカ人こんなに入れてる。ちょっとかけるやつ。もう。いろんなもんね。さっきもスタジャンのポケットに、はい、あの飴の紙袋入ってて、あれあれですよね、なんか。あれあれですね。何かしら入ってますよね。何かしら入ってるもん。入ってて面白かったものがありますね。入ってて面白かったものあるかな。でも小銭とか入ってそうじゃないですか。小銭はいっぱい入ってますね。入れるもんね。なんかあるかな。私なんか入ってて面白かったのあるかな。質問で。かね。出てこないだもんね。やりすぎたよもう。いつも洗うときってそのジッパー閉めないでこのまま洗うんですか？洗います？このまま洗います。ジッパー閉めないで洗います。閉めないで洗います。その方がいいですかね。ジッパー壊れちゃう場合あるんですよ。あの水を含んでバーンってなっちゃうのもあるし、ゴアテックスとかは逆に閉めて洗ったりとか、ね、そうですね、して。あれ？紙袋が有料化されたからちょうどいい。こういうのでニューヨークとか書いてあったら、あ、だからAmazon。Amazon だ。食べ物のお店は。トラクターサプライ。なんだこれ。店だよ。本当虫とか入ったら嫌だよ。嫌です。ティッシュ。嫌だな。それが一番嫌だ。ティッシュ。あんまり飴とかガムとか入ってますね。そう、まだそれだった。紙だったらいいですけどね。中身嫌だったもんね。一番ティッシュが。ティッシュ入ってたよ。ティッシュ。これはやだね。これはやだ。入れた瞬間に。さっきメイドイン USA とパキスタンじゃないですか。はいはい。でそれが全部これですか。そうです。メイドイン USA は今回持ってきてないですか。持ってきてないですか。はい。それ後だ。後でやるんですか。USA は後でやるんですか。じゃあいわゆるこれ半分ってことですね、まだ。まだまだ半分ですね。すごい量だな、ね、カーハートだけでこの量ってね。本当にカーハートだけですからね、今回まだね。やっぱ一応量も分けるんだ。量分けないもんね、はい、真っ赤になっちゃうところがあるから、赤いとこ入ってただけ。あ、本当ですか。赤だった。
え、そのワンポイント入ってるだけですか。ワンポイント入ってるナイロンとか、ああ、もうなんか出てたりとかするんで、色移りして、色移りして、うん、スラピンク、ええー、汚れ目立つやつだとこういう風に、そうなんです、ここのやっぱ袖と、うん、色が白いからちょっと目立っちゃうから、うん、これをやっとくだけで、うん、結構全然違いますから、うん、何なんですか。これオーサムって言って、ハルさんがアメリカからいつも買ってきてもらって、うん、洗剤なんですけど、これがいいって言って、そうなんです。よし、OK。カーハートのさっきダンボールあったし、ダンボールから全部取りまして、洗濯してね、洗濯してランドリー行って、洗濯して脱水までかけて、乾燥機かけないで持って帰ってきて、それがこちらです。すごくね、すごい。さっきのやつだったから、さっき6箱ぐらいあったじゃん、そのやつが全部これです。これあれなのね、普通にお店のさディスプレイとしてやってもらったらね、そうね、こうしてるすごいね。さっきはメイドインUSAのやつはまだ洗ってないから、それがまだ半分あるし、これの倍あるってことね。すごい、カーハートだけでこれだからすごいよ、ね、うん。それでちゃんとね、そのクリーニングをして、ね、ちゃんと手入れしてテント並べてるじゃん、素晴らしいです。いやいや、古着イコール汚いとかっていうのは嫌なの。まあいいものが安いとか、まあ珍しいもの、もしくは汚いじゃなくて雰囲気のあるものっていう、その味があるものを提供したいんで、まあ、ただの汚れた汚いものとかね、とてもあると思うし、まあやっぱり雰囲気があるものをしっかり持ってて買ってきて、まあ面倒したりとかして、加えてたらお客さんには、だからまあ特に新品もやってるんで、その臭い古着があったらやっぱりお店の中は全部臭くなっちゃうんで、うん、まあ、そういうのも気遣いながら、うん、まあ、なるべく全部できれいにして、まあ、お客さんが古着だけど買ったそばから来てくるっていう状態を待たせるようにっていうのは、とにかくハルさんの愛が全部、そう、本当に、ね、商品に詰まってる、本当にそうです。まあみんなですからね、本当に、ね、直しすごい一生懸命やってくれるスタッフもいれば、まあ陰でずっと洗濯してくれてる人もいるし、って言ったもんね、はい、そうそういう人たちのおかげで、まあお客さんにお役提供ができて、まあでも本当に買ってっていただければそれはそれで嬉しいし、本当貴重な経験だったよね今日 ね。だってこういうのは本当古着屋行ってみんな買うだけだから、うん、その 裏事情知らないじゃん、うん、コンテナ来て、ね、でこの何片付けたりクリーニング、本当それをね見れたからね。コンテナが丸々来るの知らなかった、ね、そう知らなかった、丸々来て下ろして洗いに行ったよね、本当にね良かったです。あといいよ、貴重な機会 ね。まあ逆になんかお客さんにね、まあこういうこともやってるんだよっていうのが、なんか見てもらえるのがまた、それはそれでまたいいかなと思って。布はここは人いっぱいいるから大丈夫だよって感じでした。ありがとうございました。